昨年に引き続き中学硬式野球のエニワリトルシニアを訪問。この日の最低気温は氷点下7度。極寒の中取材に向かうと、早朝からトイレ掃除をする4人組が笑顔で出迎えてくれた。この日はウォーミングアップの後、バッティング練習、雪上ホッケー、クロスカントリーに分かれ行われていた。いや、お母さんいいですよ。お母さん、お母さんトルガーです。え、いやいいですね。渡辺さんいい。いやチェックよ。バントに激しいチェックするんだよ。え、本当に。いや。あれもね。皆さんの足を引っ張りながら最後ゴールを決めることができました。多分入ったと思います。続いてスノーモービルに行きたい。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。